ウリ・カッツェンスタインは、イスラエルの彫刻家であり、視覚芸術家。音楽家として、楽器や音響機器を製造したり、映像制作者でもあった。1951年、イスラエルのテルアビブで生まれたウリは、ホロコースト以前にイスラエルへ移住したドイツ生まれの両親の一人息子だった。若い頃は音楽をたしなみ、彼はいくつかのロックバンドに参加した。1969年、彼はイスラエル国防軍に入隊し、第4次中東戦争では衛生兵として戦った。1970年代後半、ウリはサンフランシスコアートインスティチュートで勉強し、美術学習士号を授与した後にニューヨーク市へと移り、80年代はそこで暮らし、活動していた。彼の初期作品は70年代後半から始まり、多彩でアバンギャルドなメディア展示、音楽、パフォーマンス、ビデオ及び音響芸術を含むものだった。1990年代半ばに彼は彫刻の人形像を創作し始め、さらに造形物と音響機器がすべて融合されていき、一回限りの視聴イベントとして構成されるようになった。イスラエルに戻った後、彼とのアム・ハレビは、ミダスというショーを制作した。1993年、彼は、Hillel Mittelpunkt及びNikmat HaTraktorというバンドによるロックオペラ、サマラに参加した。1999年、彼は、オハッド・ヒショフと一緒に、Skin O Daaybaと題する音楽アルバムを発表。これが、音楽的パフォーマンスの基礎を築き上げた。2001年、彼は、リナ・ナラズ及びオハッド・ヒショフと共に、ホームというショーを制作した。2000年代初頭、彼は個人的なアイデンティティの主題を強調しながらも、超現実的イベントで構成されるビデオアートを創作し始めるようになった。彼の著名な作品には、パット・シェガンとミシュッポ・チャルット・ヘクタール・アキムがある。彼の初期パフォーマンス作品は、ザ・キッチン、ノーセノー、8BC、ダンスティリアなどの巧妙なパフォーマンス会場で定期的に発表された。彫刻、ビデオ、インスタレーションといった彼の作品は、国立ロシア美術館、チェルシー美術館、デュッセルドルフ美術館、イスラエル博物館、デューク大学美術館などの美術館で展示された。カッツェンスタインは、1991年のサンパウロビエンナーレ、2001年のベネツィアビエンナーレ、翌2002年のブエノスアイレスビエンナーレ、そして2005年の第9回イスタンブールビエンナーレに参加した。彼のパフォーマンス作品は、ロンドン、ベルリン、サンフランシスコ、カーディフ、サンティアゴデコンポステーラ、ニューヨーク市、テルアビブの劇場やギャラリーに現れた。ウリ・カッツェンスタインは、2003年から亡くなるまで、ハイファ大学人文学部の美術学科で講義を受け持っていた。2018年8月24日に死去、享年67歳。彼の死後2018年9月、彼が制作中だった展示物がザ・インスティチュート・オブ・オンゴーイング・シングスと題され、アムステルダムのユダヤ歴史博物館で公開された。2019年1月、ニューヨーク市のタイムズスクエアにあるザーズ 10TS で彼が取り組んでいたもう一つの展示物、You Never Know が公開された。ウリ・カッツェンスタインの受賞は次の通り。ありがとうございます。